前回の動画の続きで黒部ダムから富山県富山市まで一般道を走ります。ここは長野県の白馬村というところです。知らない土地を走るといろいろな名前の地名があって面白いですね。そして天気も晴天に回復してきました。右側には JR 大糸線が並走しています。こういう田舎を走る単線の電化路線の雰囲気が個人的に好きです。糸魚川からは国道8号線を走り富山方面へ向かいます。天気が怪しくなってきました。日本海は太平洋側の海とはまた違った雰囲気がありますね。この国道8号線、断崖絶壁の場所もあるようで、片側交互通行で待機中、波が岩に当たる音がすごかったです。新潟県の端まで来ると見えにくいですが、親知らずという地名のところがありました。一般道は時間がかかりますが、その土地の景色や特徴をゆっくり見ながら走れるのでやっぱり楽しい。富山市内が近づくにつれて交通量と信号が増え、結構時間がかかりましたが、なんとか富山市内にたどり着きました。富山市内に入ると富山ライトレールの線路があり、ニュートラム電車が走ってきました。道路の真ん中に線路があること自体、新鮮でとても違和感があります。隣の車線を電車が走っているという、私にとっては非日常体験で楽しすぎます。そして信号の表示もいまいちわからず走っています。20数年前に教習所で習ったはずですが、ほとんど記憶にない。この後宿にチェックインし、大浴場で汗を流してから富山ライトレールに乗りに行きました。というわけで南富山駅です。宿から遠く、道に迷ったこともあり、約40分歩き続けました。人生初の路面電車なので、駅員さんに乗り方を教えていただき待っていると、レトロな電車がやってきました。近くで見るとだいぶ年季が入っていました。昔ながらの路面電車なんて、仙台の市電博物館に展示されているのしか見たことないですね。全面展望を見たいので、一番前の席を確保です。南富山駅を出発します。何気に電気で走る電車に乗ること自体、約6年ぶりですね。懐かしい、吊りかけモーター音がします。そして普通の電車では曲がれない急カーブを曲がって道路を走ります。道路を車と一緒に電車で走るなんて面白すぎますね。普段から乗っている人は日常の光景なんでしょうけど、路面電車には縁のない東北の田舎者には新鮮でしかありません。富山ライトレールの運賃は一律大人に110円、子供110円で、下車するときに支払うシステムです。なので距離を乗れば乗るほどお得に乗れるというありがたいシステムです。信号で黒い車が路面電車の軌道内にはみ出し、進路を塞いでいます。
私のように他県から来て慣れていない人でしょうかね。このドラムを叩いているような音、圧縮空気を作るコンプレッサーの音です。コンプレッサーが止まるときは太鼓のようなポコポコ音がしてました。降りる際はこのように降車ボタンを押して運転手さんに知らせます。このシステムは路線バスと同様なんですね。電鉄富山で下車し、富山駅でお土産を買います。お土産といってもバイクに詰める量が限られているので少ししか買えませんが、北陸に詳しい人におすすめのお土産を教えてもらったのでお土産屋さんに向かいます。こちらが目当ての雪吊り、富山、税込み1458円。今回購入したのは富山バージョンで、他に石川バージョン、福井バージョンがあるらしいです。雪吊りの縄をイメージしたお菓子で、富山バージョンは黒部の水を使用した梅酒、幻の滝名水梅酒を使った、とてもこだわりと深みがあり美味しいお菓子です。お土産屋さんもじっくり見ることができたので帰りは富山地鉄に乗って帰ります。富山地鉄であればさっきのように宿から40分も歩かなくてよいはず。ツーリング先で電車に乗って移動するというのは初めてですが、鉄道網が充実した富山市内は電車の方が便利ですね。この電車、なんと扇風機がついていました。どこかの施設で活躍していた年代物の電車なんですね。モーター音も今時のインバーター制御ではなく、なんか昔の電車って感じですね。岩手を含め東北は鉄道の減便、路線廃止で衰退の一途をたどっていますが、人口約40万人の富山市でこれだけ鉄道が元気に活躍しているのは羨ましい限りです。駅も地方の施設といった感じで風情がありますね。駅から宿に戻る道中、夕食を食べてから戻ります。がっつり系が食べたかったので濃厚焼肉定食にしました。宿に戻ったら疲れ果てたのか寝ていました。早朝の富山市内、今日は良い天気になりそうです。朝食はバイキングだったので欲張って一杯食べてから出発します。宿を出発しました。今日最初の目的は富山市内に3カ所あるポケモンマンホールを見つけることです。まずは富山大学方面を目指して走ります。通勤、通学の時間帯なので橋の上は渋滞していました。こういう時はライトレールの方が圧倒的に速いですね。交差点を青信号で走っていたら危ない、一瞬当たり屋かと思いましたが電車が来たので信号を無視して渡ったようです。車でもそうですが、最近このように危険を察知できないバカな輩が多くなりました。なので昨年からはバイクにもドラレコを装備して言い訳された時の証拠を記録するようにしています。
朝から気分悪いスタートになりましたが、富山市民芸術センターに到着です。ここの敷地内にポケモンマンホールがあるので探します。敷地内を探しながらうろうろすること数分、見つけました。富山市内3つのうちの1つ目のポケモンマンホールです。こちらにはアブソルが描かれていました。富山のアブソルポケモンマンホール、ゲットだぜ。次のポケモンマンホールを探しに移動します。2軒目は富岩運河冠水公園を目指します。富岩運河冠水公園に到着です。運河を眺めながらポケモンマンホールを探します。展望台があったので登ってみます。ポケモンマンホール発見しました。富山のポケモンマンホール、まあいいか、ゲットだぜ。残る3つ目のポケモンマンホールは富山城の近くにあるらしいのですが、バイクを止める場所がないので富岩冠水公園から徒歩とライトレールを使っていきます。富山ライトレールの富山駅に来ました。ホームの高さが低いのでヨーロッパの駅に来ているようです。この電車の次に来る大学前駅に乗車します。電車が入線する際、南下音楽が流れてくると思ったら、富山ライトレールの車両にはメヌエットのミュージックホーンが搭載されているようです。ただフルコーラスで聴けることはあまりないとのことです。
丸の内駅で下車し、富山城方面に向かいます。場所はこの辺りにあるらしいので、探してみます。お堀の水鏡に映る富山城と緑が綺麗ですね。そして最後、3つ目のポケモンマンホールを見つけました。富山のポケモンマンホール、レディバ、キュアはゲットだぜ。せっかく来たので、富山城もさらっと見ていきます。富山城から戻る際、ポケモンマンホールの近くでこんなマンホールを見かけました。ご当地キャラクターのマンホールなんでしょうかね。アメージング富山のフレームがありました。富山城をバックにインスタ映え料でしょうかね。駅で電車を待っている間、さまざまな種類の電車がやってくるので、飽きることがありませんでした。入れ違いで私の乗る電車がやってきました。富山駅に到着しました。やはり富山ライトレールのホームは日本じゃないみたいですね。
富山市を満喫したので帰りたいと思いますが、帰る前にあともう一箇所行きたい場所があるので、そこに寄ってから帰りたいと思います。